いますか、ブラックサンタさん。プレゼント返してもらえば。しっかり暴力的。どうもー、鳥の爪団ソートです。今回実況していくのはこちら、フォートナイトのホラーマップブラックサンタですね。まあこれまでに何度も実況してきたネバティさんという方の作品ですね。まあしっかりこのクリスマスの時期にホラーマップを作ってくるあたり、さすがだなーなんて思ってたんですけども、このマップとはまた別に数分前に新作ホラーマップ公開されてました。もう制作スピードエグすぎるってということで、早速どんな恐怖が待ってるのかやっていきましょう。メリー苦しみます。さあ、ということでやっていきましょう。暖炉がね、暖かい光が漏れてますけども、ここインタラクトしていけばいいのかな？うん。さあ、ブラックサンタ。いやー、いいね。クリスマスの曲も流れちゃって。さあ、そして目を覚ましたのは、ベッドの横かな？うんうん。あ、なるほど。もうクリスマスの時期だしね。サンタクロースにプレゼントもらえるようにソックスなんかも用意して。さあ、ということで、この辺のテーブルは？あ、なんか筆箱とかも置いてあるし、で概要欄のところになんか勉強もせずにあなたは寝てしまったみたいのが書いてあったから、まあ主人公はまあ子供の学生さんみたいな感じなのかな。あ、電話かかってきたね。電話に出よう。さあ扉を開けて、どこの階だろうか。下の階かな。ここは開かないみたいだね。インタラクト。あ、クリスマスシーズンの曲がなんかほんといいな、愉快だね。これかな。うん、ちょっと暗いけど、寝る前にきちんと勉強すること。あー、あれかな、お父さんお母さんみたいのが電話かけてきたって感じかな、心配してね。木の前に靴下を置いて寝る勉強する気ゼロじゃない。あー、ここがクリスマスツリーになってるから、ここまでその木のところに靴下を持ってくるってことだね。じゃあさっきあのベッドの脇にあったこれかな、これインタラクトしまして、あー、オッケーオッケー。で、あと3つだから、どっか2つあるのか。あ、フラッシュライト1番で使えたわ。なんかやたら隅っこの方暗いなとは思ってたけども、じゃあこれで探しに行けるかな。とはいえここの近くとかに1個ぐらいあっても良さそうなもんだけど、意外とない感じかな。あ、ここにとりあえずインタラクトすればいいのかな。あ、なるほど、2個目。 OKOKOK。 あー、でこのベッドのところにインタラクトって出てるから、これが3個目なのかな。うん、寝ちゃったね。勉強せずに寝ちゃいましたけども。いいね、サンタクロースの音だ。こないだやったホラーゲームと違って、結構ちゃんとホウホウホウって言ってたし見た目はね、あのサンタクロースに近い感じがするけど、この音はなんだと。ただブラックサンタ、それは本当に幸福を運んでくるサンタなのか。出ていこうか。さっきのあの暖炉の方に行ったらいいのかな。開けていきましょう。ああ、ちょっとでもやっぱムービーシーンとかしっかりしてる。隙間から覗く感じ怖いね。いる。あ、バレた。隠れるん、隠れるんだ。オッケー。ベッド？ここかな。あ、クローゼットだ。よしよしよし。近寄ってくるときあいつシャンシャン言いやがるまあでもね、子供からしたらただの不審者だもんね。本当にサンタクロースなのかもしれないけど。入ってきたか。見つかりそう。ちょっと息を飲んじゃう対象年齢7歳って書いてあったけど、7歳泣いちゃうよこんなのあいつは一体何なんだ。去ったかな。あー、でも扉がインタラクトで出てるから、とりあえず一回様子見に行こうか。暖炉の前で一体何してたんだろうね。まあでもあのクリスマスツリーがあったから、プレゼントを持ってきてくれたのかな。お、なんだろう、ぐーっと一気にカメラ湧く。なんかあるのか。プレゼントがどこに行った。あー、プレゼント持ってかれちゃったんだ。なるほどね。楽しみにしてたのに。じゃあちょっと場合によっては取り返しに行かなくちゃいけないのか。これ一体戻ったらいい、別の場所。あ、ここの扉が開けられるようになってる。今まで行けなかったところ。ちょっとじゃあ家の中探索していこうか。左のドアはでも開かないのかな。うん、じゃあ一番奥、ここかな。まだ近くにサンタいるかもしれないけどね。あら、なんか屋敷の雰囲気がぐっと不気味になったけど、大丈夫これ。さっきあの概要欄にお化け屋敷に招待されるって書いてあったよね。
もうお化け屋敷来てる？もしかして。あ、この重い扉、木がきしむ感じやだね。あ、右側行けないのかな。あ、ここの扉も開けられる。あ、どっちも行けそうだな。あ、でも右は鍵かかってるね。じゃあどっかで鍵探してこなくちゃいけない。あ、びくびくびくしょ。単純にあの、なんか結構扉が閉まんの早いだけだったんだけど今。すごいびっくりしてしまった。ちょっと待って、雰囲気飲まれてるかもしれない。ちょっと7歳児の視点だもん今日。やだ、もうまたバタンって閉まるんでしょそれ。一回閉まってもらって、逆に閉まらん。閉まるときと閉まらないときある。ああ、ガーンって、なんだピアノの音色、こっちの奥から聞こえるけど、隠し扉みたいなのがあるんじゃない。ピアノの音色聞こえるけど、なんか隠し扉みたいのありそうな雰囲気だけどね。インタラクトとかは出ないし、で近くに額縁が、あ、今キュイって、これ傾いたね。ということは他の場所にもなんかもう一個ぐらい額縁があるのか。あ、待って、扉開いてるじゃん。こっち行ったらいい。じゃあ待って、怖いな、サンタクロースがピアノ弾いてんのか、結構暗い。あ、待って、ピアノがあるのに誰もいないのに幽霊が弾いてるの。鍵だね、とりあえずゲット。よし、大丈夫かな。ガーンってきそう、ピアノが。とりあえずでも鍵を手に入れたから一回戻ろうか。いや、ほんと先がほとんど見えないんだよな。こっち側でいいのか。あ、案内してくれてるね。今隠れると思う。あ、もうちょっともうほんとジャンプスケアやめよう。ライトもなんか消えちゃった、ライト消えちゃったよ。ここかな。もうちょっと待って、ブラックサンタが、あの扉がバンって閉まるのとブラックサンタがバンってくるのは、全部バンってくるやつ全部苦手なんだから。オールシーズンバンってくるやつ全部苦手なんだから。こっちかな。暗いな、フラッシュライトこれもうつかないもんね。あ、ピン刺しちゃった。フォートナイト感出ちゃう、ここだけ。クッキーマンが可愛いけどね。あ、でもフラッシュライト使えるわ、よかったよかった。使えなくなっちゃったかなと思ったけど、プレゼントすごい大量にあるね。子供がなんか行方不明とかなってんじゃない。こっち側でいいのかな。またなんか迷路みたいなとこ来たな。で、か、あ、鍵があるけど取っていいのか。シャンシャンって、待って、シャンシャンって後ろか。めっちゃいるじゃねえかよ。あたした、あたした、こっち側かな。危ねえ、あいつに捕まったらやばそうだな。またクリスマスツリーのところだ。なんかちょっと PT ライクな感じ。開けていこう。後ろ追ってきてんのかな、怖いね。見つかったら結構ダッシュで走ってきそうだよね。あ、電話の音、黒電話だ、鳴ってるね。とりあえず出ていこう。ん？出たはずなのに、電話出たはずなのに何も言ってこない。ワン切り？怖いね。こっち側か？おう、やめてくれよもう。ちょっと待って、7歳泣いちゃうよこんなの。こっちでいいのか。な、ゆっくり開かないで。あ、でまた今度閉まる、閉まるね。もう閉まるのもやめて、開くのも閉まるのもやめて。あ、電話だ。え？グリーン？これヒントだな。パズル要素もあるってこと？あー、まあでもその4桁の番号を知るためにこっちの扉が開いてんのかな。危険を犯しながら番号を取得しに行くいつものやつじゃない？あ、怖い。あ、違う。違うんだ。あー、なるほど。これグリーン今、プレゼントボックスが2個だったから、2って押してみたの。そしたらここレッドに切り替わったから、あー、なるほどね。プレゼントボックスの数みたいだから、グリーンが2で、赤がそこに3個多分あって、で、紫の箱が、上に1個と、他にはないかな。あ、ここ手前にあるか。じゃあ、紫は2だね。ということは、2、3、パープルが2の、で、あ、あれはブルー扱いなので、じゃあね、でっかい箱は1だから。
これで開くかな。よし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 。あ、隣の扉が開いたみたいだね。すぐそこのところ。ここ入っていこうか。これはでもなんかまた割れたりしそうだな。やだな。先があんま見えないのがマジで怖いわ。インタラクト、開けていくよ。あ、また鍵が必要なんだ。振り返りまーす。あ、怖い。大丈夫かな。あのフォトナでビビると俺毎回建築しようとするんだよな。ちょっと待って、なんか本当になんか年々ジャンプスケア苦手になってないね。ちょっと俺も別にこんなにビビりたいわけじゃないんだよ。ごめんな、俺の叫び声にビビってるとしたらな、みんな。グラスが多いでもってこんなにいるかっていうくらいからグラスが置いてあるけど。あー、でも扉が開放されてるから置くかな。あー、両開きの扉開けていこう。あのサンタがまたやってくんのか。すぐ廊下じゃん。どっち。あ、怖い。ここクリアリングすんのが怖い。戻ってきた。あ、戻ってきたっぽいね、最初の部屋に。あ、待って、でも上に鍵があったわ。これ見落としてた。そうだよね、鍵取らずに戻るのおかしいなーなんて思ったけど。これで動かしまして、インタラクト。あ、ゆっくりとしたカメラワークやめてほしい。まずはしっかり鍵をゲット。すっごい形の鍵。あんま見たことない。うわ、怖いな。降りますよ。はい、大丈夫。大丈夫だよね、きっと。あ、もうやだな。またバンってきそう。なんかその一瞬だけブラックサンタがフラッシュバックするのやめてほしい。あ、戻るよ、戻るよ。このなんか静かな空間に突然バンと現れるのが本当に嫌なんだよな。多分鍵はこっちかな。あ、こっちじゃないか。あ、でさっき開かなかった扉のところが行けるようになってんのかな。この奥だ。あ、やだな。さすがにそろそろ追われるくだりありそうだよね。開けます。わ、これチェイスだな、多分な。多分シャンシャンだ、きっと。どっかいる。これぐるっと回って。本。これは関係ないのかな？扉があるね。あ、なんか入れるわ。あ、追ってきそうだな。開けます。開かない。よし。来るぞ、来るぞ。これでもインタラクトしたってことは。ワンチャン来る。鍵がどっかにあるんだ。あ、でも来ないの。来ると思ったら来ない。来ないと思ったら来る。完全に手のひらの上で遊ばれてるじゃない。この扉は？あー、まだ行ってないところだ。はいはいはい。戻ることまで考えていこう。なんかちょっとチェイスできそうな本棚だったもんね、さっきのとこね。あー、やだな。広いのがかえってやだな。あー、あったあったあった。鍵だ。これゲット。サンタクロースぶち破ってきそうだね、なんか。あー、で、なんか銅像もこれ、4つ集めなくちゃいけないってことかな。え、そんな感じだね。ここが奴の拠点か。じゃあちょっと一旦戻って、さっきのとこ1個銅像みたいなのあったもんな。あれが触れるようになってんじゃない？どうなんだろう。こっちの方だったかな。これか。これは？あー、でも持ってけないのか。じゃあとりあえず一旦開かなかった扉をインタラクトして、さっきの鍵で開けていって。あー、なんか結構だんだん迷路のように広くなってきちゃった感じするな。新しいエリアだ。あ、これは、これは触れないのか。結構触れない銅像も多いね。で、そっちがまだ行ってないとこ。あー、やばい、さすがに来るぞこれ。隙間から見ていこう。いますか、ブラックサンタさん。プレゼント返してもらえ。しっかり暴力的。おいおい、なに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 。女神像を4つ集めて入り口を探せという話みたいなんだが。はいはいはい、1個手に入れた。あ、じゃあちょっとあれだわ、これ1個取り逃してるわ。これまたどっかぐるっと回んの、ぐるっと回んなくちゃいけないね。なんか瞬間移動してるあいつ、もしかして。この辺にもどっか1個あるんじゃない。あー、ないな。あー、あったあったあった。とりあえず2個目。よし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 。この部屋にはでも他にないよな。
ぐるっと回れるような感じかな。あ、この辺にはさっきあったのを取ったから、サンタがいそうなエリアが逆にあるのかな。どうぞ。あおおおぶれ、こっちが行こうか。じゃあこの辺は、あったあったあった、よしよしよし、3つ。いや結構今までのエリアにもあるんだな。じゃあな、うわあぶね、やばいやばい。じゃあこっち入って、あった、4つ。これ後ろから来てるか、どっちから来てるかな。あーでも今いたね。いや左行ったと信じて、こっち側のぐーっと行って入って右側じゃない。近かった近かった。でシャンシャンだシャンシャンだシャンシャンだ、ちょっとリンリンシャンシャン、もうパンダみたいな体型してるもんね。あんま変わんないもんね。あ、来た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 、これで、はい、4つ、置いた。どうなの、扉開く、開いた開いた開いた、よし、逃げよう逃げよう、ブラックサンタ来るぞ。はい、あーこれは悪い夢だ、危なかったぜ。いやーこれででも寝ればいいのかな。じゃあめでたしめでたし、メリークリスマス。大丈夫かなこれ。え、のんきにあくびして、本当に夢だったの。あ、チャイム鳴ってるけど、まだ夜だよね。夜中、お父さんお母さんかな、帰ってきたんだよねきっとね、パパママがね。開けようっと。ちょっと怖いな。あー何、真っ暗闇だよ外、雪積もってる、雪だるまだ。ああサンタじゃない。雲みたいな足してたよね。もう一回開けたら違う世界になるよねきっと。どういうストーリーこれ、どういうストーリー、なんで動じてないの、いなくなったの。え、しかもまだもうちょっと遊べるどん。今度はじゃあスノーマン編だ。暗いねでもこれ。自分がどっちに行ってるのかもう分かんなくなっちゃいそうだよ。襲ってくんのかな。なんかちょっと追われるパターンかもしれないもんね。いやでも一本道って感じかな。左右はずーっと木がある感じだもんね。ほとんど何も見えない。下はでも雪がやっぱ積もってるみたいだね。なんか小屋とかそういうものでもあればいいけど、遭難しちゃいそうな勢いで。あっ、何何何何何、分かる、後ろから来てんのかな、後ろから来てるってことで、前、うおお、前に何も見えてない、ほぼほぼ何も見えてない。雪玉がすごい、ズドーンだズドーンだ、その右こっち危ないよ、後ろから多分追ってきてるってことだよな。おい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 、ちょでもちょっと振り返ってる余裕ないパターンのやつか、振り返ってる余裕ないやつか。なんだなんだ、いった、逃げた逃げた、とりあえず逃げ切った。来てるのかな、暗い暗すぎるよ、キャラのお顔があんま見えないじゃない。逃げ切った、なんだ悪い夢だったんじゃないか。もう一回二度寝すれば大丈夫だよね。トントントン、誰、あ、開けていいって言ってないよ。メリークリスマス。おお本当にメリークリスマスって。まあでもあれだよね、キタの勉強とかしない悪い子はブラックサンタに襲われちゃうぞっていうホラーゲームなんだろうな。あーじゃあ俺襲われちゃうわ。はい、ということで今回はブラックサンタやってきました。いやでもクリスマスの時期にぴったりのホラーマップだったんじゃないかなと思います。またこんな感じでフォートナイトの面白そうなホラーマップなどを見つけた際にはどんどん実況していきたいと思ってます。そういった今後の動画更新気になる方はぜひチャンネル登録してトリノスメダーに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。皆さんも良いクリスマスをお過ごしください。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後のご視聴ありがとうございました。
いつも皆さん高評価やコメントありがとうございます。なんと鳥の爪団総統にファンレターやプレゼントを送れるようになりました。支所箱の詳細は概要欄をチェック。本当に送ってくれる人いる？いたら泣いちゃう。さ、じゃあお手並み拝見といきましょうか。どうでしたか？今日は勝てました？